学習国の実業家、ユダヤ系ドイツ人のマイアーグケンハイムの息子である、グッケンハイム家の一員であり、タイタニック後沈没事故により死亡した。1865年に、マイアーグケンハイムと、妻、バーバラの10人の子供のうち、6番目の息子として、生まれた。彼は1894年に、フローレッタ・セリグマンと結婚した。 二人の間には三人の娘が生まれた。そのうち次女のペギー・グッケンハイムは、後に美術品収集家として有名になった。彼は父から莫大な財産を引き継いだが、父の詳細までは引き継ぐことはできず、財産は切烈な投資によって前言していった。妻との仲は疎遠になったが、表向きは仕事を理由にして、頻繁にニューヨークにある家を開け、 パリに所有していたアパルトマンとの間を往復するようになった。タイタニック号では一等船客としてシェルブールから乗船してニューヨークへ向かった。同行者は従者のビクター・ギグリオ、運転手のルネ・ペルノ、そして愛人のフランス人歌手マダム・アウベルトと彼女のメイドを務めていたエマの合計4名だった。グッケンハイムとギグリオは一等船室の B-82。 5、マダム・アウベルトとエマは同じく一等船室の B-35 号、運転手のペルノは二等船室を割り当てられた。氷山衝突後の4月15日0時10分頃には一等、船室付きのスチュワード、ヘンリー・サミュエル・エッチェズに手伝ってもらい、救命胴衣をつけた。グッケンハイムとギグリオは、マダム・アウベルトとエマを救命ボート乗り場へ連れて行った。 女性二人がしぶしぶ9号救命ボートに乗り込んだ後、グッケンハイムはエマにドイツ語で、またすぐに会えるさ、ちょうど修理中なのだから、明日にはタイタニック号はまた動くだろうと言って二人を見送った。ボートはその後1時30分頃にタイタニック号から離れた。事態の深刻さを悟っていたグッケンハイムは1時20分頃には救命胴衣を脱ぎ、 夜回服に清掃して、ギグリオ及び他の二人の先客と一緒に一等、先客休憩室に現れた。グッケンハイムは最上の服装に着替えてきた。これで真摯にふさわしく沈んでいく準備は整ったと発言したという。また、妻に宛てて、私は最善を尽くしたという手紙を生存者に託していた。グッケンハイムとギグリオの姿が最後に目撃されたとき、 デッキチェアーに腰掛けた二人は、ブランデーグラスを傾け、葉巻きをくゆらせていた。その後の2時20分に、タイタニック号は沈没した。グッケンハイム、ディグリオ、運転手、ペルノの遺体はついに確認されなかった。映画、A ナイトツーリメンバーや、タイタニックでも、彼の最後が描かれている。彼は、客室係のジョンソンに次の連言を残していた。女性、 子供分のボートしかないのなら、私は男らしく残ろうと思う。獣のように死ぬつもりはない。ジョンソン。もし私も秘書も死んで君が助かったら、妻に最後まで立派だったと伝えてほしい。ベングケンハイムが臆病なために船に残される女性があってはならない。英語版7ディセンバー2010あと10時56分では、7人兄弟の5番目となっているが、ここでは、 ジップマイヤー・グッケンハイムの英語番号ディセンバー2010アット9時26分での記述によった。グッケンハイム、セリグマンニューヨークタイムズエンサイクロペディアタイタニカ2010年12月12日、閲覧ミスター、ビクター・ジリオ2010年,20年12月12日、閲覧、ミスター・ルネペルの2010年12月12日、閲覧、うンめ、レオンティン・ポーリーン・オーバート2010年12月12日、 閲覧本名を、デオンティーヌ、ポウリーヌ・アウベルトといい、当時24歳だった。パリ生まれの彼女は、ニネットという愛称でも知られていた。その後1964年10月29日に、77歳で死去している。ミルエマ・セージェッサー2010年12月12日、閲覧事故当時の年齢はマダム・アウペルトと同じ24歳で、スイス生まれだった。 事故後アウペルトと共にパリに戻り、その後スイスに帰った。1926年に結婚してチューリッヒで暮らし、1964年5月24日に死去した。ミスター・ヘンリー・サミュエル・ウェッチズ2010年12月12日閲覧、エッチェズは午後を救命ボートで脱出に成功し、後にアメリカ合衆国上院で沈没について証言した。彼は、 ケンハイムたちの最後についいてても証言を残しているタイタニックサバイバーズライフボート級2010年12月12日閲覧この救命ボートには二人を含めて30人が乗り込んだ A.B. ウォルターロードタイタニック号の最後佐藤良一役ちくま房、方ちくま文庫1998年111から112ページ ベンジャミング・ケンハイム2010年12月24日閲覧バトラー 1998P214 ありがとうございます。